ちょっとモニターに変えてみました。ああ、やっぱモニターの方が見やすいな。全然違うね、やっぱ見やすさが。見やすさも違うし、これやっぱ画面のグラフィックも違うな、こうやって比べてみたら。ああ、だいぶ違うね、やっぱりこう。やっぱこっちにしようかね。プレイするときはやっぱり基本的にはこのモニターを使った方が絶対いいね。見やすさが全然違うわ、画面でかいから。暗さがさ、これ本当にこれでいいのかなっていう。63くらいある暗いすぎるような気がするんだ。今これ昼間やってるから、その光の反射してっていうのは。ああ、やっぱこれ違うな。多分こっちのちゃんとしたモニターやってるときはこれ1080で、iPad はこれ多分70、760まで落ちてるな。この辺の表現が全然違う。ということで、やっぱりプレイするときは、こっちの画面を使ってやっていこうと思います。これ昼間ね、やるべきじゃないな。見にくい。光が反射して。で、基本的にまずここから逃げたいんだよね。ただこうやってやるとさ、その iPad から結構俺は離れちゃうから、マイクの音がどれぐらいちゃんと取れてるのかなっていうのがちょっと気になるところではあるんだけど、まあちょっと今日はね、確認しましょう。やっぱこうやって見ると全然違うな、画面の綺麗さが。やっぱ違うね、違うんだね。そうだよね、やっぱデータ飛ばすんだもんな。このままやっぱりケーブル繋いでるのとデータ飛ばすのとやっぱ違う。だいぶ昔のゲームだからって、グラフィックは今、PS4 にしてはちょっと弱いかな。やられんの、早っ。時間がさ、そうだ、これどれくらいプレイしたかっていうの分かんないから、ちゃんとこう時間をセットしながらやらないとダメなんだよ。ちょっとごめんね、一回ちょっと離れる。しないといけないから、本当に今日はもうこれだけで、こっちじゃねえし、こっちだけ。ちょっとね、今1時半なんで、2時くらいなんで、ここまで行くと、こいつがどっか行くから、どっか行ってるときに、俺はどこに行ってないか。さっきのんびり下からやられたんだよな。ちょっと行ってみて。ふらはあ、暗すぎて何も見えないんだけど、どこに行けばいいかも分かんないんだけど やばくないこれ。なんかすごい激ムズとは聞いていたけど、これは画面の明るさはやっぱりもっと明るくした方がいいんじゃない。はい、どこ行こうかな。お、バレない。
ちょっと待ってよ。ちょっと待ってって感じ。こいつが多分動きを。こいつに近づくことによってイベントが発生してるから、こいつに近づくことによってイベントが発生してるよな。やっぱりこいつがまず奥まで行くのを待つのか。こっちとか行っても何もないのよ。こっちは行けないでしょ。だからやっぱ後ろで待つしかないな。どっか行くの。僕は戻ってくるのを待つのか。これ来ていくから、ちょっと待ってみるか。このまま行っちゃうと多分戻ってくるでしょ。だから戻ってくるのを待って、戻ってきたところにすれ違う形で行けばいいのかな。で戻ってくるもんね。戻ってくるとここにいちゃダメ。持ってくるでしょ。持ってきてどうするかなんだよね。こっち来るんだ。いや、また最後にどのタイミングを狙えばいいのこれ。今行ったら絶対バレるもんね、さっきやったところ。で行くでしょ。これ行くときに多分後ろについていって、隠れ場所ない、隠れ場所ない、隠れ場所。無理なんだけどこれ。お、引っかかってるよ。でもこれ立った瞬間俺終わるパターンだ。今の人生どこに隠れるか探してみた。左は無理だったから、最初から進まねえ。ひどすぎるだろこれ、いくらなんでも。まあ、多分それか、あそこ行った時に右しか考えられないな。なんか後ろにいてもバレないよね。どこに隠れられんの。ないよね、隠れてるでしょ。でしょ。お、来た。トイレ。攻撃すんのかよ。待って。全然元気じゃん。痛がってるとか、後ろ刺して痛がってる時に、走って逃げんのか。もう分かんねえよ、もうそんな。チュートリアルでこんだけやばくない？これダークソウル以上にやばいかも。チュートリアルから進まねえ。これはちょっとダンちゃんにはあれだな、プレイさせられない。今の人にすればいい。なんか取った。鍵か。Killing found in the mountain of the basement there. During use long before the hot tomb. なるほど。やっぱ死にゲーだね。何回も死にながら、本当になんかこれやってくるって感じだね。
ダークソウルみたいな。服破けて。銃が欲しい、まず。まず銃が欲しいですね。チェックポイント来たよ。これなら死んでも大丈夫だな。すごいね、これバイオハザードっぽいよね、これ。なんか鎌の肉包丁を持ってさ、ダークソウルみたいな、そういう時あれどっか行ったぞ。はい、やっちゃった。逃げるよ。逃げるよ。画面が全然見えない。なんかむしろこれ iPad の画面の方が明るくないか。下の画面が余計暗い気がする。 iPad の画面が明るい気がする。こいつ下見ながらやってる。やばくないこの暗さ。これ昼間やってるからってのもあるだろうな。多分夜やったらちょうどいいくらいかな。これで夜やったらちょうどいいな。銃ない銃。これでさ、あ、何もないんだったら、なんかあるときは拾えるマークみたいなのが出るのかな。ちょっとやっぱ暗いな。暗いっすね。これは暗いね。70くらいまで上げるか。Where's the exit? 木とかあんだ。 Old note from sewer. Beside a locked gate at the far end of the sewer, there is a ladder which would take you to the old ward. If you would make it through there, you'll find the elevator leading outside. You would be the one who escaped. You might be the one who survived. こっちも行けるな。こっちは閉まってていけないんだ。閉まってていけない。こっちも閉まってていけない。こっちも行けるな。そんなの足がやばい。え、なんか開かないの。開かないんだ。
スさんゲームだから大体ね自分で何とかしようあんまり細かいチュートリアルとかしてくれないこういうの開けたりとかできないのかまず上登るしかないね足を何とかしたいねやっぱりモニターの方が見やすいな。やっぱプレイするときは基本的にモニターだね。iPad の画面でちょっと限界を感じてる。見えないことないんだけど、特にこういう暗いゲームとかはね。こういう感じのノートとかいっぱいあるんだ。ボイラーのノート、STEM System Operation。Test begins, success, confirmation of brain whale. Synchronization. Normal core, not with subject. Stenographer.Claiming they weren't feeling well and then fell into coma for reason now. Staff began complaining of nausea and falling unconscious one after another. Those who can still move planned their escape from the hospital. Bed for an unknown reason are unable to, though the STEM system should have beenDeactivated subject maintained brainwave synchronization with the host. Hit, the man appeared. なんかの実験室？人体実験？アウトラストだね。アウトラスト、バイオハザード、なんだろう。おなんか混ぜた感じ。なんかそういう感じがする、今のところ。おお、でもこれはやっぱりこれなんか精神病院みたいな感じなのかな。こういうのが別に拾ったりとかできる。まだチュートリアルだからね、そうは言っても。チュートリアルではもうすでに5回くらい死んだけど。でも開けたりとかは別にできないから。あ、隠れられるんだ。アウトラストじゃん。
してんじゃない？無理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 。ビビりまくってる。だってもうチュートリアで5回くらいも死んだもん。それはビビるさ。こっちまでは来ないか。行っちゃうとバレっから。iPad の画面がおかしかったぞ。ちゃんと録画されてるよな。ちょっと初めてだから、最初だからさ。まあ一瞬なんか iPad の画面ってな。壊れたじゃん、切り。終わったじゃん、これ。めっちゃバグ、めっちゃラビってる。待って、iPad の画面がラグってることの方が俺は気になって集中できないぞ。大丈夫？ iPad の画面、ちゃんとこれトランスファーできてる？データ。やっぱ厳しいのかな。めちゃくちゃなんかラグったから。いやなんかこれ画質落ちてる？ちょっと一回止めるよ。心配になってきた。